収容生から、世間話を持ちかけられると、こういう場面は後輩の方々にしてみれば大変ご迷惑であろうと思われるんですね。先輩が話を仕掛けてくるのをこの両方に忠実にするとすれば、全く受け答えをしてはいけないわけですね。知らん顔っていうのがいいわけですけども、聞かないわけにいかない。これ非常にこの困った話でして、それで自分の方からは話しかけなかったというのは誠に賢明な態度であると言うてよろしいんです。話をする人だけが浮き上がってしまうように持っていくほかありませんですね。ここはシーンとしていなければならない特別の場所でありますから、喋ってる人が浮き上がっているというのはもう非常に目につくことで、そういうふうにしないとこうお互いにこう話し合っていくという話が盛り上がる格好に持っていきますと、到底ここでの両方はうまくいきませんです。前の院長はそういう話は百害、百の害があって一利、一つの利益もない、百害あって一利なしと断言しておりましてですね、決してここは楽しいお話し合いの場所ではないということを改めて申し上げておきます。ですからもっとこう過食しようと思ったらもうさっと立てば、例えばトイレ行くような格好して立ってしまえばもう一番いいんですね。